車の暖房は、実は燃費と関係ない。AC ボタンを押すべきタイミングとは？おはこんばんちは、毎度、チャンネルついてるっす。車のエアコンは、夏に AC ボタンを押して冷房にすると燃費が悪くなるので、冬の暖房はどう使えば良いか気になっている人も多いのではないでしょうか？車のエアコンの暖房をつけるときに、AC ボタンを押すべきなのでしょうか？今回の動画では、暖房と燃費との関係などについて解説していくっす。そもそも車のエアコンの AC ボタンの役割って何？ガソリン代を節約するために、なるべく暖房を使わないようにしたり、ガソリンの残りが少なくなった時に、暖房をつけずに我慢する、という人もいるのではないでしょうか。車のエアコンには、AC、と書かれたボタンがついていますよね。この AC ボタンは、エンジンの動力でコンプレッサーという機械を動かすためのスイッチになっています。それによってコンプレッサーが動き、車内の空気を冷やす冷媒、エアコンガス、がエアコンの中を循環します。車のエアコンで暖房をするときも、家のエアコンと同じように空気を温めていると思われるかもしれませんが、実は違います。一部の電気自動車などを除いて、車のエアコンは、AC ボタンをオンにしても冷房と除湿をする機能しかなく、家庭用エアコンのようにエアコン自体が空気を温めているわけではないんすね。車のエアコンは AC ボタンを押さなくても暖房が使えます。ほとんどの車でエアコンの AC ボタンを押しても冷房と除湿の機能しか備わっていないのは、車にはエンジンという非常に熱くなる部分があるからです。エンジンから出る熱は、通常捨ててしまうものなのでこの熱を利用すれば、わざわざ暖房用にエネルギーを作る必要がないですよね。そういう理由により、熱くなったエンジンの冷却水に送風管の風を当てることで、車内の空気を温められる仕組みになっているんす。エアコンのコンプレッサーを動かさなくても車内を暖房できますので、暖房として使うときには AC ボタンを常に押しておく必要はありません。オートエアコンでは、一般的にエアコンをつけると自動で AC ボタンも押された状態になりますが、オートエアコンでも手動で AC ボタンを切って、コンプレッサーを動かさずに暖房として使うことができちゃうんすね。車で暖房をつけるときに AC ボタンを押すべきタイミングとは？エンジンの熱で車内を温められるようになっていて、暖房時に AC ボタンは必要ないのであれば、車のエアコンで暖房をつけるときに AC ボタンを押すべきなのはどのようなタイミングなのでしょうか？それは、結露によってできた窓の曇りを取りたいときです。外気温と車内の温度差が激しいと、窓で冷やされた空気中の水分が結露しますよね。このようなとき、エアコンの AC ボタンを押さず送風だけの暖房にしていると、窓ガラスが曇りやすくなります。なので、AC ボタンを押して車内の除湿をする必要があるんですね。車のフロントガラスや運転席、助手席の窓ガラスを曇ったままにしていると視界が悪くなるのでとても危険です。ガラスが曇らないように注意し、結露してきたら暖房でも AC ボタンを押して曇らないようにしましょう。そして逆に、エアコンの AC ボタンを押しっぱなしにしていると、車内の空気が必要以上に乾燥しすぎる場合もあります。目や喉、お肌にとって乾燥しすぎは良くありませんので、除湿のしすぎにも注意が必要ですね。エアコンの AC ボタンだけでなく、風向き切り替えなども活用する。暖房時に車のガラスが曇るほとんどの原因は、外気と車内の温度、湿度の差です。風向切り替えをウィンドウにして豊か風を窓ガラス方向にしたり、外気導入にして車内に外気を取り込むことでも、ある程度は窓ガラスを曇りにくくできます。ただ、車外の気温、湿度が車内より低い場合は外気導入を使用するのが効果的ですが、外気温、湿度によってはあまり効果が得られない場合があるんですね。なので、
エアコンの AC ボタンによる除湿と、風向切り替えや外気導入などを組み合わせれば、最も効率よくガラスの曇りを取ることができます。車のエアコンの AC ボタンは、燃費と関係あるの？前述の通り、車のエアコンはコンプレッサーを駆動するためにエンジンの動力を利用しています。夏場に AC ボタンを押して冷房すると、10から20% ほど燃費が悪化するとされていますが、これは高い温度の空気を冷媒で冷やすとき、エンジンに負荷がかかることが原因です。しかし冬場は外気でエアコンの冷媒を効率よく冷やすことができるので、コンプレッサーの必要とする駆動動力も格段に小さくなります。また、最近のものはコンプレッサー自体の能力も向上していて、燃費の悪化もほとんどないと言われていますので、車のエアコンで暖房の AC ボタンを押しても燃費への影響は気にしなくても良いレベルでしょう。もちろん、AC ボタンを押さずに送風だけで暖房している場合は、さらに燃費への影響は小さくなりますので、もう暖房を使うのを我慢しなくていいっすね。まとめ。車のエアコンで暖房を使う時の AC ボタンの機能や、押すべきタイミング、燃費への影響などについてご紹介しましたが、いかがでしたか？ガラスの曇りを取るには、エアコンの AC ボタンで除湿機能を使うのが一番効果的ですが、乾燥しすぎにならないように曇りを取る時だけ押しておけば OK です。車のエアコンの暖房は、冷房と違って燃費への影響も小さいことがお分かりいただけたと思います。これでガソリン節約のために、暖房を控えることもありませんね。ちょっとでもお役に立てれば嬉しいっす。最後までご視聴、ありがとうございました。